大阪メニエス界でおそらく1年を争うほど古いんです。顔の表情が一変して一言、それは出禁の発言です。で、さらに聞きました、その梅田の長期経営の秘密は何ですか。はい、やってきました。はい、今日はですね、炭鉱京橋店の名ばかり店長さんですね。はい、今の状況どんなのか分かってますか。分かってないです。報告等になってるだけですからね。あ、そうですね聞くところによると順調やと。そうらしいんです。あれから持ち直しまして、そこそこいけてるみたいですよ。ホームページも見たんですけど、女の子めっちゃ可愛くなってます。僕もそれを聞いてましてですね。見てはない店長なのに。1回だけ見まして、さすが広告等。その間に僕も面接もさせていただいたんですけど。あったね。今も働いてるみたいですよ。方があらず、じゃあ今日の闇行ってみますか。よし、発表しますよ。あ、はい、またメンエスですしかしここからが今日の注目ポイントですよ。ここはね、僕が知ってる限り15年ぐらい営業してるんです。大阪メンエス界でおそらく1年を争うほど古いんですよ。メンエスが全然ない頃からやってる店なんですよ。あ、そうなんですね。で、梅田にあるんですけど、でですよ、 MBS の前にあるマンションなんですけど、高速家賃も高いんですよ。で、これが一番びっくりしたんです。年々過激になっていくメンズエステ業界で健全店の噂しかないです。そうなんですか。全然情報ないんですよ。でも15年続いてるんですよ。すごいですね。そのね、秘密を深田さんに探ってきてもらいたいなと。おお、ここは僕めちゃくちゃ気になってました。いやー、すごいですね。あ、もしもし、すいません、あの1時から行けますか。1時からは無理ですか。4時か5時ですか。あ、わかりました。ちょっと一度切ります。京橋姉妹店あるんですか。みたいです。そう、はい、しれっと業務拡大してたんですね。みたいですね。はい、京橋やったら3時から行ける。はい、じゃあそれで撮ってみますか。わかりました。すいません、先ほどのものです。京橋3時からでお願いしたいです。ありがとうございます。3時でお願いします。はい、矢野と言います。なんて。90分1万円です。行けました。3時から。深田さん、この後 H チャンネルの撮影ですよね。はい、そうです。じゃあもう僕帰るんで、はい、3時行っといてください。わかりました。レポ撮りはもう後日で。あ、わかりました。ではさよなら。本日はファンタンというゲームを紹介したいと思います。まずはプレイ画面なんですけど、ルールの方はガラスの中に集められた白いビーズをディーラーが金属のカップを使ってランダムにいくつかその白いビーズを外に取り出すんですけど、その取り出したビーズをディーラーが専用の棒を使って4つずつ集めていきます。最後に残ったビーズの数を予想するという簡単なゲームになります。で、真ん中のシートを見ていただいたら分かるんですけど、この真ん中にベットしていきます。最後のビーズが1つになるのか、2つになるのか、3つになるのか、4つになるのか、それがこの 1,2,3,4 のシートです。そしてさらには大小奇数偶数というところにもベットすることが可能です。これをデフォルトビューと言うんですが、さらに細かくベットすることができるアドバンスビューというものがあります。それがこちらです。こちらはですね、より細かい書き方ができます。その中にも NIM と書かれているものは NIM という文字を中心に左右に数字が書かれていると思うんですが、左側の数字が出れば勝ち、右側の数字が出れば引き分けということで、負けのリスクを減らしながら書けることができる、そういうベッドの方式になります。各サイドの端っこにあるクオックというのは2つの数字どちらか出れば勝利ということになります。さらにサムホンというんですけど、表示上は SSH となっています。こちらはですね、4つの数字のうち3つが出れば勝ち、そして倍率表はこちらになります。ではゲームの方を始めていきたいと思います。ではまず1と2、1段にベッドいたしました。はい、こちら最後に残ったビーズが4つということでハズレでございます。では次は3つと4つ、こちらにかけたいと思います。残念ながら、はい、今回も外れてしまいました。もう一度3と4にかけてみたいと思います。そして今回は大と偶数の方にもかけてみたいと思います。全て外してしまいました。次はですね、1と2にかけたいと思います。よしよし、はい、今回は勝ちました。そして100円かけたことに対して385円が返ってきました。次はですね、2、2、1、こちらにかけたいと思います。はい、ありがとうございます。1が出たので引き分け、100円が返ってきました。よし、ということでここで1万円をかけてみました。よし、来ました。はい、ありがとうございます。2の予想が当たりまして、3万8500円が返ってきました。これがラストですね。来ました、3万8500円の勝ちです。結果10戦して3勝1引き分けでございます。そしてさらにはですね、ボンズカジノにハマってしまいまして、この動画外でちょこちょこやってるんですけど、そこでですね、負けた分を実は取り返しております。さらには金額を増やすことに成功しております。非常に楽しく簡単にできるゲームですし、攻略法があるかは分かりませんが、私は勝つことができております。ということで今回はファンタンというゲームでした。はい、というわけでカメラ渡されましたので行ってみます。は
はい、今回は D が以前より気になっていた梅田で15年近くやっているエロない健全なエステさんに闇があるのかどうかを探ってきました。今回梅田の方が空いていないので、その姉妹店になる京橋の方のお店、そちらの方に行ってまいりました。予約の際の電話は女性の方が対応されてまして、年齢はわかんないですけど少しおばちゃんかなと思われるお声でしたね。京橋のとある一室に向かいました。こちらは普通のマンションの一室でございます。で、扉をガチャッと開けるとマスクをした雰囲気綺麗な女性が現れました。特に露出が多いわけではないんですけど、清楚なアイドルが着てそうなワンピース系の施術服ですね。で、ルックスの方もマスクの方はコロナの影響もあって外すことはできない、誰に似てるかというのは分からないんですけど、落ち着いた雰囲気で綺麗方ではあるんだろうなというのはマスク越しからでも分かりました。で、普通のワンルームで対応の方も至って普通という感じでございます。ここまでですとまだ人気の秘密というのはよく分かっておりません。で、説明がありました。私どもはリンパドレナージという施術になりまして、初回90分1万円ということでございました。そのままシャワーの方に案内されまして、紙パンツを履いて施術スタートでございました。うつ伏せの状態からスタートしまして、その間いろいろとお聞きしてですね、順調に普通の会話が進んでいったんですけど、私ここでやらかしてしまいました。私つい少しエロいことには興味があったりするんですかとお尋ねした瞬間に顔の表情が一変して一言、それは出禁の発言です。他のセラピストさんや女性にそのようなことを聞いてはいけませんよ。私だから許しますけど、いきなりもう激凛に触れてしまいました。この時点で空気がとても悪くなって、正直下手したらもう一発で禁になりそうでございました。ここからなんと説教タイムが始まりました。まずこのお店にエロを求めてくるのは間違いですと言われましたですね。じゃあどんなお客さんが来られるんですか。そしたらですね、実際に来るお客さんはエロを求めてるわけではないという答えでした。セラピストさんがエロい方に誘惑してくるようなことを辟易としてる、そういうお客さんが集まってきているそうです。今回のセラピストさんは一切そういうエロいことの方に寄っていかない、そしてズバッと物を言うことで、そういうセラピストさんだから安心して来ることができると言われたそうです。本当に健全なお客様だけが来られているということでズバッと言われまして、釘を刺されてしまいました。でですね、梅田の方と京橋との違いの方を教えていただきました。梅田の方はですね、何部屋かあるんですけど、共有部分にオーナー様や他のセラピストさんが聞きしておりまして、声がほとんど丸聞こえになるので、エロい交渉をすれば一発でバレてしまうので、梅田の方ではそういうことは特にできない、京橋の方も健全というのを守っているのでそういうことはないですというふうにきっぱり言われてしまいました。ちなみにこの京橋のお店は、梅田の方で働いたセラピストさんが独立をしたいということで、梅田のお店さんからの支援を受けて姉妹店という形でオープンしたそうです。で、さらに聞きました。その梅田の長期経営の秘密は何ですか。そしたらですね、そのセラピストさん曰く、おそらくですがオーナーさんが資本家の方で、収益のメインの柱ではないと、半分趣味とですね、もしかしたら税金対策でやってるんじゃないかというふうに言われておられました。女性セラピストさんが嫌と思ったお客さんはすぐにでもできになるし、無理な出勤を要求されることもないので、女性に優しい対応の方をされておられるそうです。男性だけじゃなくて女性も受けることができるので、女性セラピストさんが勉強であったり癒しを求めて来られていることも多いそうです。何も突っ込めることがないので、最後にカジノは興味ありますかと聞くとですね、と一言、興味はありません。本当にど健全、何事もなく終了しました。でですね、お店を出た瞬間にお電話がかかってきました。先ほどの受付のおばちゃんからです。で、言われた一言が、あなた調査の方ですかと、思いっきりですね、その女性セラピストさんに疑われておりました。お店さんの方に、この人怪しいですよというふうに言われてしまいまして、おそらくできんかもしれません。結局のところ、おそらく他にやっておられるビジネスあるから、梅田の一等地でも長いこと続けておられるんじゃないかというのが結論でございます。ということで、皆さん、私のような失礼発言には気をつけてください。女性が不快に思った瞬間に出禁になってしまう可能性は非常に高いです。調査結果は以上となります。ではまた次回皆様お会いしましょう。お疲れ様です。